の夢人にある夢人のための情報番組、土曜朝の気分はウェイウェイ。神根ひろです、よろしくお願いします。はい、ということでですね、7月です。7月です。7月入りました。暑いの嫌ですわ。暑いね、ほんまにマジで暑いですね。はいはい、皆さん本当に暑さ対策ですね、あの水分補給と、それからの塩分ですね、はい、あの塩分タブレットとね言ってますから、そういうのをしっかりと、補給して、体がね、いっちゃわないように頑張っていきましょう。表現はい、ということで、はい、今日7月6日はどんな日なんでしょうか。はい、桃瀬ひろの今日は何、思いやり手洗い洗車の日。何や、すごいな、多いな、多いな、長かった、多いな、どこで区切っていくか分からんけども、うんうんうん、はい、日付はですね、うん、洗車雨、あの車を洗う目ですね、うんうんうん、洗車雨が降る七夕の前日の7月6日からです。はい、七夕の前日で、はい、何下回ろう。七夕の前日である7月6日に降る雨は、はい、洗車雨と呼ばれ、七夕伝説の彦星が織姫に会いに行くために牛舎を洗っている水が空から雨として降ってくると言われております。そういうことなのね。洗車雨ってそういうことね。そういうことなんですよ。その、まあ、牛舎、まあ、牛舎、うん、で牛舎を、洗うっていうのがあるんだ。洗ってるみたいですよ、ちゃんとか綺麗にしてね。はい、でその記念日を通して彦星、うん、が大切な人のために一生懸命牛舎を洗うように、うん、他者への思いやりの心について洗車から考えてもらうことが目的。思いやりのお話だそうです。おなんか深いね、うん、これも洗おうじゃなくて、うんうん、だから思いやり手洗い洗車の日、はい、しっかり洗う、車を大事に洗うのと一緒に人の心も大事に考えていきましょうっていうので、久しぶりにあれやね、語呂じゃなかった、うん、ですね、語呂合わせてなかった、変な語呂合わせばっかりやからね、語呂合わせか、なんか足し算か引き算かみたいな、なんかすごいのも分かった多かったね、はい、で、まあ、七夕の前日の雨が洗車雨というものに対して7月7日の七夕の日に降る雨は催涙雨呼ばれる。なんかすごい、あの漢字だけ見たらえぐいよね。なんかちょっとなんかえらいやられてますけど、なんか目が痛そうな、なんかってなるけど、うんうん、まだあの彦星が布が渡れなくて、はい、会えなくて涙を催すという表現をするそうでございます、はい、なんかちょっと面白いね、うん、今までになかった、うん、そしてもう一つ、はい、ゼロ戦の日、はい、来ました。はい、はい、ちょっと私にはピンとこなかったけども、はいはいはい、1939年のこの日、零式艦上戦闘機の試作機の試験飛行が始まりました、はい、でこの零式艦上戦闘機はゼロ戦の略称で知られておりまして、はい、連合国側の米英の戦闘機に対し優勢に戦ったことから敵パイロットからゼロファイターと呼ばれた、はい、ということですね。ちょっと私にはもうちょっと理解不能な感じ多いんでバクンタってします。いや、まあまあまあ、まあ、だからあれなんですよね、ゼロ戦ってね、はい、その日本のそのいわゆる航空戦というかそのね、うん、あの戦闘機同士のあの、ファイトで、うん、ものすごい性能を発揮したんですよ。それまでのそのいわゆるプロペラ機では出せないスピードを出しつつ、しかも機動力がすごかったっていうので、あの本当にあのアメリカ兵にも恐れられたしっていうような、そういう戦闘機なんですよね、うん、でだからそういう性能の素晴らしい戦闘機を生み出した日本だから、うんうんうん、だから、戦後絶対に航空機を作らせなかった、だから未だに日本はあの自前の航空機を持ってないんですよ、うん、自前であの、うん、日本国製の航空機って、うんうん、まあ、あの一応プロペラの YS なんたらとかってあんねんけど、うん、まあ、それぐらいで、あのでもなんていうの、うん、その、大陸まで行っちゃうような、うんうん、そういうジェット機みたいなのは実は自前では持ってない。日本のものっていいからね、なんで。そうそう、だから絶対にそれを作らせないように、アメリカが、まあ、アメリカがというか、まあ、あの圧力をかけてるというのがあるらしいんですけど、ね、まあ、でもこのゼロ戦っていうのは日本人が作った本当にね誇らしい、技術の塊なんですよね。そんな素敵なものでございますよ、はい、今日は、はい、はい、ということです。はい、ということでした。はい、はい、じゃあ、まずはこれいきましょう。はい、はい、シネマどんぶりー。
ということなんですけども、うん、今日はですねシネマどんぶりは、またしも中之島映画祭の情報と、うん、ドッキングいたしますということで、この人呼ばないといけないんで、そうですね、呼びますよ、はい、いきます、せーの、西堂野さん、はい、ということで、はい、西堂さんでございます、はい、はい、さあ、ね、中之島映画祭も、うん、もうね、5月の頭に終わって、うん、7月の頭でもうね、2ヶ月経ったんですよ、はい、2ヶ月経ったんですよ、で、何の話にしんだいや、今日のね、作品でちょっと関係が、はいはいはい、中之島映画祭が関係してるなっていうことで、ちょっとお邪魔させてもらいます、うん、はい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 、どんな、いや、はい、今度、はい、シアターセブンでやられる作品の監督さんが、はい、私どもの、はい、第7回かな、うんうん、第7回中之島映画祭で、うん、入選してる作品の監督さんなんですよ、はい、はい、はい、でが、太田雅宏さんの作品で、はい、笑えっていう作品が、はい、第7回中之島映画祭で上映してる、はい、で太田さんさらに縁がありまして、うん、16回の時にも、うん、親友がいないという作品でもまた上映させてもらってるんですよ、うんうん、だから太田さんには本当うちもお世話になってるなっていう感じですよね、はい、でこれ笑えがあれですもんね、はい、滝藤健一さんがね、そうそうそう、うん、まあね、今やったら結構誰もが知ってる俳優さんである滝藤健一さんが主演で、うんうんうん、第7回ってだから15年前、そうですね、15年前、はい、2009年ですから、そうそうそう、はい、15年前、半沢直樹より前、え、半沢直樹より前、ずっと前ですよ、15年前ですから、うん、でその時は僕らも当然滝藤さん知らなかったし、うんうんうん、あれだったんですけど、まあその「笑え」っていう作品の中で、うん、その滝藤さんの演技がまたすごいのよねっていうのがあって、うんうんうん、で選ばれたっていうのもありますし、はい、まあ、そこに至る演出力っていうのがすごいなっていうので「うん、笑え」が入選された、はい、はい、はい、ちょっとした会話劇というか、まあ、太田監督がもうね会話劇なんですよね、そうですね、結構親友がいないも会話劇だったと思います、はいはいはい、で45分の作品なんですけども、うん、ある劇団員が中でいろいろその芝居について語り合うっていう、うん、これほんでね、しかもあれなんですよ、もうネタバレにはなるんですけど、てか、まあね、そんなネタバレっていうほどのネタバレではないんですけど、ね、そこにいないやつの話をするんですよ、そう、そう、そう、そこに笑えなんかもう、まあ、笑えもそうだし、なんだったら最新作の S もそうなんですけど、そこにいない人の話をするので、ね、うん、そうそうそう、でもそのいない人をネタにするんですけど、うん、でそれについていろんな、まあ、同じ劇団員がいろんな意見を言って、うんうん、でその芝居を作るっていう情熱であったりとか、うん、でその人間に対してそれぞれの思いがあって、うんうん、わちゃわちゃするっていう、そうそうそう、でネタバレになってまうかな、まあ、最後は笑えるっていう、うん、笑えるというか笑えっていうタイトルにつながってくるっていう感じなんですよね、うんうん、これがこのやり方っていうか、その、このね、会話劇でね、うん、しかもね、だから、7人ぐらいおるのかな、そうですね、でもうずーっと言ったら、笑顔でほとんどせえへん状態で、ずーっとその7人の会話劇で進むんですよ、で、汚い部屋の中でね、なんかみんなで、雑魚寝みたいな、雑魚寝みたいなところで生活してて、で、もう言うたら、その部屋の中のシーンで終わるっていう、そうそうそう、だから、まあ、なんやろな、その僕らからすると絵代わりせえへんしついてきてくれるんかなってドキドキするやり方やねんけど、でもまあ言ったらちょっとある意味演劇っぽいっていうか、あんまりこう映画ではやらない手法かなっていう会話劇をどん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 こういろんな人同士でこう進めていくことによって展開していくっていうねやり方をされていて、これが結構クロード受けするんですよ、うん、そう、うん、まあ、うん、クロード受けですかね、うん、まあ、言うたらそれぞれが限られた
場所の中でね、それぞれの個性を出して、その個性がぶつかり合って、っていう人間の、なんていうのかな、その関係っていうか、それがもう緊迫感もあったりもするし、で、やっぱり普段の生活の中でのんびり冗談が入ったりとか、もうそのタイミングはね、本当絶妙で、だから結構あの僕は言い切られて見れたんで、で選ばれたと思ってるんですけどね。いやで、あの結局その、まあ、いろんなね、その映画祭とかでも、まあ、賞を、はい、取っていってっていう、まあね、あの実はその S につながる話でいうと、まあ、あのメジャーデビュー直前ぐらいもいたはるんですけど、元カレ映画が最初だったかな。僕らは太田さんの名前を聞いたのはもう笑いからだったんで、なので、あのすごいこう手法はあんまり他の監督が確かにやらない手法、まあ、やったとしてなんか一場面に使うぐらいで、あのそれを全編に使うっていう発想はなかなかないと思うんですよね。でだから、なんやろ、その会話にどんどん引き込まれていく感じがすごく楽しいというか、いう作品が多いというかね、なんかそんな感じの撮り方をされる方なんですよね、はい、やっぱり演出力があるからというのもあるだろうし、うんうね、役者さんの演技力もやっぱりすごいですよね、うん、いやだって会話劇成り立たせるにはもうやっぱ役者さんの演技力なかったら無理ですから、ね、まあまあ、これで棒読みされたらもう映画にせよみたいな話になって、まあ確かにあのもうその滝藤さんの聞き迫るというか、結構今ねあのおふざけというか、ちょっとお笑い系の演技もするような気もするとめちゃめちゃ真剣な怖いお兄ちゃんというかいう感じで始まるんですけどね。だからあもう今見たらあ滝藤さん若っと思ってしまうんですけど若いのに変わりはるけどやっぱりね、まあ、やっぱり滝藤さんはあのシリアスな演技もすごい上手いですし、あの、ね、コミカルというか、うん、あの笑えるキャラもやれる、うん、もう本当は幅の広い役者さんですから、うん、そういった意味ではあの引き込まれるなっていう感じですよね、はいはい、まあ、この笑いがですね、あのあれなんですよね、なんとですね見れちゃうとことですね。あのですね、シアターセブンでなんとですね、7月17、12日、金曜日に、もう一つの過去の短編でレディーゴーっていうのがあって、レディーゴーとこの笑えの、2作品をあのトークショー付きで、監督のトークショー付きで、見れるということですので。はい、イベント的な感じで、そうですね、だからあの新作がですね20日から公開の S という、はいはい、作品がありまして、これは実はあの私あの太田監督に直接インタビュー、直接というか、まあ、Zoom でねインタビューさせていただいてるんですけど、もうだいぶ盛り上がりましたねいや結構ね気さくな人なんですよ、そうそうそう、めっちゃ面白かった、はい、で2人とも分析屋やっていうことが分かってで、あのあ分析屋同士ですねみたいな感じで、なるほど、うん、なんか、2人で盛り上がってたんですけど、うん、はい、それは来週です、来週のどんぶりで、はい、やる感じです、はいはいはい、ということですので、まあまあ、まずね、笑えと、うん、レディーゴーが見れるということですので、うん、7月12日、シアターセブンの方でね、ちょっと興味ある方、この笑いの話でね、ちょっとわなんか見てみたいな、その会話劇みたいな。レディーゴーも会話劇ですね、ずっとね。はい、なので、ぜひ、この2作品と、監督の、トークショーですね、ぜひ見に行っていただきたいなと。15年前の作品ですけど、今でも十分通用するというか、全然あの色褪せてないですよ。はい、いう感じの映画ですので、ぜひぜひ見ていただきたいですね。はい。はいはい、ということで、今日はですね、太田雅宏監督の、笑いについてね、ちょっと、はい、これ、中之島映画祭で優秀作品賞を、はい、取った作品についてちょっと語らせていただきましたということでした。ありがとうございました。はい、ということでですね、お次はですね、はい、来ました、月初の、ね、一番最初の月最初の、配信ということはですね、はい、月1企画でございます。はい、来ましたよ、来ましたよ、はい、そして、
おめでたいやつです。そうです、ね、おめでたいやつです。おめでとう、おめでとう。はい、中島工商の、今月の、研究発表というところなんですけども、はい、研究発表というかもう緊急会見的なですね。はい、6月10日にね、第3子がね誕生されまして、はい、それについその、状況、家の中の状況とか今こんな感じですみたいな報告になってるかと思いますので、そちらもご覧いただきたいと思います。はい、それでは VTR どうぞ。はい、おはようございます。今月の中島工商の、研究発表参りたいと思います。といってもですね、研究発表と申しますか、ちょっとご報告あるんですけど、私ですね、子供が生まれました。ありがとうございます。で、まあ、実は私もすでに2人子供がいまして、第3子なんですけど、今ですね、可愛い赤ちゃんが生まれまして、絶賛育免中でございます。はい、恥ずかしながらですね、もう3人目の子供にして初めて育児をするというですね、ほとんど初めてをするという、もうわからないことだらけで、もうどうしようという中でやってますが、はい、絶賛育児中でございます。では、まず赤ちゃんの写真をどうぞ。はい、こちらですね、退院して、ちょっとした時に撮った写真なんですけど、まあ、つやつやと寝てくれてですね、もう本当におとなしい赤ちゃんです。で、本当は赤ちゃんって赤いんだよって話をしようと思ったんですけど、なんと第3子はですね、生まれた時から真っ白でですね、全く赤くならずに、まあ、赤ちゃんは赤いって話をできなかったっていうですね、ことがあるんですけど、まあ本当におとなしくですね、僕に似て可愛く生まれてきてくれました。で、妻はですね、まあ、帝王切開で、3人とも子供を産んでですね、初めて私出産の立ち会いというものをしまして、まあ、帝王切開でもできるよということでですね、もう本当に生まれる前は妻ももう3人目だからもう余裕だよって感じで、看護師さんたちもですね、じゃあもうすぐ切って赤ちゃん出してお父さんお母さん抱っこしてっていう段取りでやりましょうって言ってたんですけど、まあこれが大変で、妻がですねやっぱ出血多量になりまして、もう下がっていく、この何て言うんですか、心拍数と朦朧としていく意識と、そして看護師さんたちがたくさん入ってですね、もうすごい点滴を打ったりとかする中、まあ、赤ちゃんは無事に生まれてくれてですね、じゃあお父さん抱っこしてって言って抱っこされて、そして私はもうすぐに病室から出されて、その夕方にですね、妻に会いに行ったらですね、もう本当にしんどそうにして、その後に輸血もしたんだよということで、まあ、本当に子供を一人産むのっていうのはですね、まあ、本当に母子ともに命がけなんだなということを間近で言いました。で、まあ、そんな中、妻は1週間、帝王切開で入院していたので、私、まあ、この育免というのはですね、今、この子どもの育児というよりかは、今、2人の子ども、小学1年生と、年少さんの子どもがいるんですけど、まあ、2人の子どもの育児をするということで、まあ、子どもの小学校を送り出したりとか、毎日幼稚園に行ったりとかしていく中でですね、一つですね、まあ、子どものことっていうよりもですね、すごいびっくりしたことが、幼稚園に行くとですね、先生とか、他のママさんとかがですね、あ、お子さん生まれたんですかとか、おめでとうございますとかって、すごいたくさん声をかけられるんですね。で、まあ、妻がフィリピン人で、まあ、日本でこう生活して、わからないこといっぱいある中でですね、大丈夫かなって僕も思ってたんですけど、まあ、実は幼稚園でたくさんお知り合いの方がいらっしゃって、これもまた妻の人柄なんだなと思ったりとか、出生届を出しに行くときに、赤ちゃん抱いてですね、妻と3人で行ったらですね、妻がおばあちゃんに話しかけられて、ずっと20分ぐらい喋ってるんですけど、これで私、外行くといろんな人に喋りかけられるんだよっていうことを見たりですね、まあ、育児をしながら妻の知らない一面も見れたっていうのがですね、なかなかの新発見でございます。で、次の写真をご覧ください。で、これ、病院でなんとこんなに美味しそうな料理が出てくるという、これ伊勢海老の、伊勢海老の何でしょうね、私も初めて食べたので忘れちゃいましたけど、こんな料理も出てですね、まあ、これ夫婦で1日だけ一緒に食べてくださいということで、まあ、ご飯を食べたりとかですね、本当に美味しい料理も出て、妻も1週間入院生活の中で日に日に体力が回復していって元気になったよって言ってました。で、最後の写真なんですけど、まあ、これ、生まれたその日ですね、もうこんだけパッチリお目目の子供が生まれてきて、僕は結構パッチリお目目ではないので、絶対これは妻に似たんだなと思いながらですね、まあ、これから我が子3人を育てていくということに、頑張っていこうと、今回は育児を頑張ろうと、毎日1日1回はおむつを替えようということをですね、
決意しております。で、はい、ですので、まあ、これだけやっぱりもう3人目子供もう3人目の子供なんですけど、やっぱり毎回ですね、子供が生まれるたびに、この生命の神秘というか、あ、自分もね、30何年前にこうして生まれてきたんだなとか、そしてその自分の親もこうやって生まれてきたという、この命の数珠つなぎというかですね、まあ、そういったものを本当に実感しますし、やっぱりそれを産んでくれた妻に感謝ですし、ましてや、まあ、外国人、フィリピン人ということで、日本で生きていく中で、これだけ出産、子育てを経験するのというのは、まあ、普通のことではないし、すごいなということを、まあ、今は思ってますので、この気持ちをですね、ずっと忘れずにしたいなというふうに思います。なので、まあ、今月の、研究発表ですが、人に優しく、そしてみんなに優しくということでした。ではまた来月、皆さんお元気で、さよなら。あ、可愛かったね。可愛いね。可愛いわ。パパ頑張ってる。いやいや。初めての爆発。ね。ね。家の子小3やからね、8年とかしてるのに。いや、なんかおむつも、結局変えたか変えてないかっていうと微妙なところらしくて、そんな毎日変えたりとかしてないっていうタイミングがね、あるからね。いや、だからどっちかっていうと、その3人目の子っていうよりは、上の子2人の面倒を見るのが中心だからっていうことで、はい、あ、ね、そっちが結構大事よね。そう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 、だからなんかいろいろね、なんかお迎え行った時にいろいろ声かけられたりとかいろいろしてたらしいですよ、ね、うん、ママ出ないのみたいな、うんうん、言われてたみたいですけどもね、はい、中島家はとりあえず、家族仲良くっていう感じみたいですね、うん、そうですね、頑張れ、本当に頑張れパパ。はい、という、中島道場の、今月の研究発表でございました。いい発表でした。はい、ということで続きまして夢人情報になります。はい、さあさあ、夢人情報、続々と情報が入ってきておりまして、うん、はい、今回はですね、私の、友人でもあります、小説家の、谷口正美さんの方から、本のご紹介を、扱っておりますので、ご覧ください。まずはどうぞ。はい、ということでですね、今日はですね、私の華麗な夏休みという、書籍を出版されます、小説家の谷口正美さんにインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずこの ものすごい僕にとっては、華麗探検隊長の僕にとっては華麗なっていうのがついてるだけですごいキャッチーなんですけど、はい、どんな内容の書籍なのかちょっとおっしゃっていただきたいと思うんですけども。そうですね、児童書の長編なんですけれども、はい、横浜に住んでいるはるかちゃんっていう子が大阪のおじさんのところに遊びに行くんですけど、その大阪のおじさんがスパイスカレーの店をやっているということで、カレー修行をしに行くぞって行く話です。で、結局、行った先の大阪の、商店街でワンコインイベント、いろんなものが100円とか500円のワンコインで食べれるっていうイベントをやることになっていて、そこに出すカレーのレシピを子どもたちが考えるっていう、ということなんですね。はい、はい、で、これがですね、いつ発売になってる感じですか。はい、6月27日に発売されております。講談社から1400円税別です。はい、はいはい、これ あれなんですよね、谷口さんもう児童書って何冊目ですか。これ児童書自体は4冊目かな、なんですけど、長編自体は2冊目なんですね、うん、はいはいはい、はい、児童書の長編が、はい、はいはいはい、それまでは短編集の中に何か乗っかってるみたいな感じ。それまでは短編集だったり、仏教関係のノンフィクションだったり、はいはいはい、っていうのがありましたので、はい、長編は久々に、はい、久々でした。うん、ちょっと時間がかかりましたが、これまで実はね、そのいわゆる歴史ものの小説にもチャレンジされて、前の番組の方のね、カモモテキが紹介させていただいて、はい、プレゼンにも来ていただいたりして、はいはい、でですね、今回のこの、私の華麗な夏休みっていうのを、まあ、書くきっかけになったらどういうきっかけだったんですか。これ実は、8年ぐらい前に遡りまして、
その、講談社のその児童文学新人賞の佳作をいただいた後、本が大阪おなら草子っていうのが出たんですけど、うん、はいはい、じゃあ次どうするっていう話をした時に、うん、カレーの話書きたいんですよって言ったら、あ、いいですねっていうので決まったんですけど、はい、そこからもう紆余曲折がありまして、何回も何回も書き直して、はい、今回、自信作としてお届けできると、うん、なんかやっぱり小学生向けの中学年以上向けなんですけど、うんうん、楽しく読んでいただきたいなということで、うんうん、割とこう子どもたちも読みながらその美味しさを体験してもらえるというか、うん、これってどんな味やろうとか、あのカレー以外にも美味しいものがたくさん出てくるので、うん、そのためにあの大阪の商店街を設定したので。なるほど。はい、それはあれですかね、粉もんとかが出てくるんですかね。あ、粉もん出てきますね、イカ焼きとかはい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 、あの描写としてはあの他にもパンとかいろんなものが出てくるんですけど、なんか私自身が食いしん坊で商店街とか行くといろんな美味しい匂いするじゃないですか。いや、しますね、はい、はい、それがなんか伝わるといいなと思いながら書きました。なるほど。で、そのどうなんですかね、その小学生向け、まあ、児童書ですよねっていうことなんですけど、どういうところ気をつけて作られたとかあるんですか。ですね、あの最初はあのやっぱりちょっといろいろ問題を抱えてみたいな感じにもしたこともあるんですけれども、うん、やっぱりあの今の小学生自身がいろいろ問題抱えたり忙しかったり塾とか習い事とか大変だと思うんで、その小学生の子たちが楽しくこの本読んでる時だけはこうハッピーになれるような、そんな感じの本になったらいいなと思いながら書きました。なるほど、なるほど、ね、今ってね、なんか大変なんですかね。そうですね、なんかもうね、タブレットとかパソコンとか普通にね使う子たちですから、情報もたくさん流れ込んでくるわけで、うん、立ち止まってる暇もなんか追われてるような感じになってるんじゃないかなと思うので、うんうん、ちょっと立ち止まって楽しく美味しい世界に入ってもらいたいなと思いました。なるほど、まあ、そういう作者の思いがね、込められた、はい、作品ということですね、はい。まあ、全国の書店やもしくはまあ Amazon とかで、はい、販売しているということになるかと思うんですけども、はい、じゃあそろそろお時間になってきましたので、はい、一言ですね、ご覧になっていただいた方にメッセージをお願いします。はい、この本はあの小学生も作れるカレーのレシピ、スパイスカレーのレシピがいくつか載ってますので、ぜひ夏休みの自由研究とあと読書感想文で1冊で2粒美味しい、そしてお母さんにとっては3粒美味しいという本なので、ぜひ読んでいただきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、しっかりとね親御さんにもアピールしていただいて、はい、夏休みはね、はい、いろいろ手取られちゃうんでね、そこにね、お子さんと一緒にいろんなことを体験できる時間が取れたらいいなという話ですね。はい、はいはい、ということで今日はですね、小説家の、谷口まさみさんにインタビューさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、私の華麗な夏休み、カレーって文字と話してるだけで、いや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 本当にね、いや、うん、でしかもほらレシピが載ってるから、うん、あのこれ読みながら作ってみようかってできるっていうところがいいよね、うん、しかも子供でも作れる、小学生が作れるレシピやから、だって下手したらあれやろ、小学生でさ、俺も小学生の時に家庭科の授業とかでお味噌汁とかさ、うん、作ったりとかやってたから、多分家庭科の時間にいろいろね、なんか作り方とか覚えてるやんか、だからそのノリでこれ見ながらカレー作ってみるってね、なんかできたらすごい面白いですよね。ぜひぜひこれをご覧になっていらっしゃるお母さん、お子さんに、この本をおすすめになってはいかがでしょうか。だから谷口さんも言ってましたよね、あのもうネタが尽きた、どうしよう言うてる時に、その自由研究でカレー、スパイスカレー作ってみましたみたいなのを、出しつつ、読書感想文でこれを書きつつ、しかもお母さんは、勝手にご飯自分で作ってくるから楽っていうね、絵日記までいける、あ、いける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 今日カレー作った、あ、そうそう、宿題全部割れる、ええな四粒美味しいみたいです。いはい、ということで、ね、そうそうそう、ちゃんと食べれるそうそうそう、最高最高ということで、ぜひ、まあ、ご家庭でね、この本1冊、購入していただいたらいいかな、うん、
に思っております。はい、そして次はですね、またしてもマテリアルからの、情報でございます。どうぞご覧ください。マテリアル谷町の坂部五郎です。柴田愛美です。今日はですね、7月に開催されるショートムービーフェスの紹介第3弾になります。はい、はい、ということでございますけれども、はい、日にちの方はね、7月の13日土曜日から、はい、7月15日の祝日、月曜日祝日までの3日間となっております。そして料金の方は1枠1800円、税込み1800円というところまで紹介させていただきました。そして、はい、この間はね、参加作品を、ね、紹介させていただいたと思うんですけれども、はい、はい、そしてですね、今回 の、 あの特色ですね、はい、特色なんですけれども、まあ、作品を見るのは、まあ、当たり前なんですけれども、はい、作品を見た後に、その作品の監督または関係者のトークセッションがございます、はいはい、そちら基本 Zoom ですね、基本はオンラインのトークセッションを楽しんでいただきます、はいはい、そして特製のパンフレットがついているというのが、まあ、1枠ね、税込み1800円という形になっているんですけれども、はい、そういう形ですね、今回ね、特色としては。そして、はい、その後に点数をつけていただきます、はい、お客様に得点、ね、その作品に得点をつけてください、はいはい、ぜひ得点をつけてください、はい、そして、一応ねグランプリを決めます、はいはい、旧監督作品の9名の監督の作品から、得点のね一番高い得点の、作品にグランプリが与えられます、はい、与えられますというかね、グランプリが与えられますので、はい、はい、なんと賞金が出ます。出ます。はい。はい、なんと賞金1万円です。はい、ちょっとしょぼいですよね。はい、ちょっとしょぼいんですけれども、はい、まあ今回ね、まあまあマテリアルサニマシというね、はい、マイクロシアターという小さな劇場なんですけれども、まあ小さな映画祭ということで、まあちょっとね賞金もちょっと小さな形になるんですけど、まあ1万円って言ったらね、まあ。まあまあですよ、うん、まあまあですよ、はい、いう賞金を出させていただこうかなと思っております。まあ2位と3位はね少しだけねまだ賞金ございますので、はい、その得点をお客様につけていただきます。はい、はい、そちらの楽しみもあるかなと思いますので、はい、まあ、ぜひ作品を見ていただいて、そしてトークセッションでどんな監督なのかな、どんな作品なのかなっていうところも聞いていただいて、まあ、その総得点とかね、はい、総評で、はい、総表を、まあ、得点で表していただければいいかなと思いますので、はい、はい、そちらで、得点いただけたらと思います。はい、絶賛ご予約受付中でございますので、はい、ぜひご予約いただければと思います。はい、それではお待ちしております。よろしくお願いします。あ、はい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 、点数つけるんですね、うん、面白そう、うんうん、つけられます。つけられるみたいですね、はい、面白い、いや、うん、いや面白い面白い、そういうのをどんどんやっていった方がいいし、うん、僕どっちかってそういうの大好きですね、うん、はい、まあ、それとねトークセッションがあります、うん、なんかでもねこの間行ったらね言われました、うん、ズームでなってもいいよって、なんか直接来る監督もいるらしくて、やっぱり、いやだってね監督からしたらね、せっかく来てくれてるお客さんと直接コミュニケーション取りたいっていうのがあるのよ、うん、だからズームだけやとね、やっぱどうしても遠い話になっちゃうんで、来たいっていうことで来られる方がいらっしゃるみたいなんで、もしあれやったら日向さんも来られますみたいな感じでこの間聞かれて、うん、じゃあ考えとくわ言うといてんけどね、はい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 、見てますねきっと見てますね、はいはい、という感じでございますので、ぜひですね、7月13、14、15ですね、3日間、ございますので、しかも、ね、1800円で、そのトークセッションも見れて、まあ、映画見てトークセッション見て、でしかもそのパンフレット、うん、僕ねなんか20問ぐらい答えさせられて答えさせられた、そうそうそう、なんかこれパンフレットに載せるからって言って、うんうんうん、なんか20問なんか来て、でそれに全部僕一個一個答えていってますから、うんうん、他の監督もね、なかなかないよね、そうそう、どういうところでそのアイデア思いつくんですかとかね、うん、いろんな質問があれね、いつものインタビューのやつのパンフレットバージョンみたいな、そう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 、それが、うん、あるので、まあ、ぜひね、それも1800円なんか入ってますから、うん、はい、すごい、ぜひぜひ、手にして読んでいただければなと思います。
はい、ということで、今週の夢人情報でした。ありがとうございました。はい、ということで、エンディングでございます。はい、はい、まあ、エンディングにもできちゃって来ちゃった来ちゃいましたね、はい、で、まあ、ちょっとあの先週ほらエンディングで、うん、来週言いますよみたいに言ってたことが1個あって、それが実はあの残ってるんですよ、情報として1個だけね、はい、で何の話かと言いますと、新作映画撮ってます。はい、はい、撮ってますで、まあ、僕一人じゃ撮れないですから、役者さんたちにも、参加していただいてるだけじゃなくて、この、もういつも僕ね先輩って呼んでるんですけど、あの西園先輩にですね、ちょっとだけ、いやいや、ちょっとだけちゃうやん、もう、はい、あのど真ん中で手伝っていただきます。もうカチンコカッやって、うわかっこいい、はい、もうそのカチンコのとこだけ特集組んだんだ。やめたいなそれ。西園さんのカチンコ、いやカチンコ集、そうそう、いや結構ね、あのまあまあ、だ中毒だったんで、あの天候が心配だったんですけど、ユーバ監督についてるのかな、めっちゃ天候には恵まれてるし、まあ、あの初日は結構降ってたんですよ、うん、だけどあの基本室内の撮影なんで雨ほとんど関係ないって、しかもザザ降りでもないから、うん、あのちょうどいい感じで、で2日目もあの降る言うてたのがほとんど降れへんし、すごい、はい、で、あとはあの実はあのこの収録時点ではあと2回、撮影を残している状態ではあるんですけども、今のところすごいよね、あの、うん、ものすごい雨っていう予報だったのが、うん、なんかその雨が撮影日のところはなんか曇りに変わってくれてるんで、曇りがいいんですよ。そう、曇りがいいのよ。ピーカンはあかんし、あの照明というか影がめちゃめちゃ出るから、そうそうそう、難しいんですよね。難しい。で、でいいし、でかつこの作品はできれば曇りか雨ぐらいがちょっと内容的に、内容的にね、はい、ということなので、うん、まあ、ぜひ、楽しみにしておいていただきたいなと思います。まあまあ、あの指先の空という作品で、これに関してはあのもうすでにあの SNS 等でね、あの、制作しますという制作発表をさせていただいているので、そちらの方を詳しく見ていただければと思うんですけど、まあ、簡単に言えばですね、このね目の前に、ね、西園修也っていう人がいるのに、あの SNS とか、ネットメディアとかで書かれている情報の方を見て、西園さんってそんな人やったんってね。そんなん知らんかった、いや怖いわ世の中とかって言っちゃうのが今の現代じゃないですか。でこんな世の中いいのっていうことを、まあ、あの問いかけるというのが趣旨になっている作品です、今の時代に。はいはい、でかつこれが、前作の、灯とつながっている世界になってますので、まあ、こちらもね合わせて、楽しみにしておいていただければと思います、はい、まあ、撮影会長です。はい、もうほんまあれもね、鳥肌もカットとかめっちゃ撮れてるんで、やばいなこのカットっていうのがすごい撮れてるんで、はい、楽しみにしておいていただきたいですね。であの、まあ、主演はね、あの新人で、まあ、あの映画初出演で初主演を、飾ったくるみちゃんっていう、あのメルシャスエンターテインメントのね、まあ、女優さん、モデルさんなんですけども、副主人公にね、なんと、元っていう言い方していいかどうかよく分かんないですけど、かつて東京の方で、第二の足立ユニっていう名前で出てたという、結構ね、演技力をしっかりした人が来てくれてますんで、はい、素晴らしいこの2人の演技をね、演技合戦というかね、いやでも自然と演技合戦になっちゃうのね、いいものを見せたら自分も頑張らないみたいな感じになってるから、だからどんどんいいシーンが撮れていってる感じなので、ぜひその辺も含めて楽しみに見ておいていただければなと思います。はい、また詳しい情報がね、出てきましたら、ご紹介させていただきたいなと思うんですが、はい、映画祭等にもね出しているつもりでございますので、はい、そちらも楽しみにしていただければと思います。はい、はい、ということで今日こんな感じでいいですか。はい、大丈夫ですか。なんか言っとくことね、大丈夫、大丈夫、大丈夫らしいです。はい、はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。